賑やかでお祭りみたいです。まさに前夜祭って感じなんだろうな。お店もいっぱい出てて、あっちからいい匂いが。おいルリア、一人でうろうろすんなよ。お前誰にする？まだ迷ってるけどよ。まあトップはやっぱり今年もミュウォンかな。ミュウォンは硬いけど倍率がな、強すぎんだよな。でも今年はマッディが復帰するんだったよな。そうそう楽しみだよな。でもブランクあるし、とりあえず予選の調子を見てからかな。あれってレースの賭けの話だよな。そういえば賭けが盛り上がるってよろずやも言ってたな。それじゃあ私あなたに賭けます。気持ちはわかるけどよ、こいつは初めてのレースなんだぜ。お、あんたもしかして出場者か？おい、本当か？うわぁ、なんだ急に。はい、レースに出場します。やっぱりか、初出場なのか？マシンはどんなんだ？二人ともこれを持っていけ。これは？小型の電声機だ。これってすっごい貴重なやつだよな。壊すなよ。壊すもんか！てかお前に言われたくないね。なんでもいいけど、どうしてこんなもんを？それがあればレース中でも連絡が取れる。そんなことは言われなくたってわかるってば。何かあれば連絡する。そちらもそうしろ。何かって何？指示が曖昧すぎるんじゃない？確かにレースが始まれば何か起きることもそうはなさそうだもんな。今のところ八百長のお誘いも来てないし。で、何が起きるっていうわけ？万が一に備えてのことだ。想定する事態を限定しすぎるといざという時に動けないぞ。たく、肝心なこと言わないで、腹立つ。ちょ、まったくだ。相変わらず気に食わないやつだ。まあいいや。とにかくレース中は勝つつもりで全力でやればいいんでしょ？ああ。行くよベア。
丈夫か？お前は緊張とかしてないみてえだな。さすがです。それにその服もとっても似合ってますね。素敵です。レーザースーツなんて初めてだもんな。気合い入るぜ。そうですね。なんだか緊張がほぐれてきました。これなら。おっと、悪いな。ごめんなさい。小せえな、ジョーちゃん。マシンから吹っ飛んじまわねえように気ぃつけろよ。わあ、おっきい人でしたね。あの人もレーサーさんなんでしょうか。多分そうじゃねえかな。それにしてもレーサーもだけど想定ってのも本当にいろいろな形があるんだな。あっちにゼタさんとベアトリクスさんがいますね。ねえベア、そこのレンジちょっと取って。あ、これか。そう、サンキュー。ほんとだな、みんな最終準備に忙しいって感じだぜ。一体全部で何人くらい。ちょっとスツルム殿、ここの設定ちょっと変えた？変えた。何か文句でもあるのか。うわぁ、スツルムさんとトランクさん。あれあれ、団長さんたちじゃない。お前たちもレースに参加するのか。あやう。って、その格好はお前らも参加するのか。もちろんだよ。優勝賞金が7億だって聞いて黙っていられるわけないよね。そうですよね。お前ららしいな。容赦はしない。そういうわけだかな。よろしくね。はあ、びっくりしましたね。ゼタとベアトリクスに続いてあいつらまで参加するなんてな。でもすごい賞金がもらえるレースですし、参加する人もそれだけたくさんいますよね。そりゃそうだな。ってあそこにいるの、この前会ったチャンピオンの兄ちゃんじゃねえか？本当ですね。ご挨拶を。ちょっと待てよ。集中してるみてえだからやめとこうぜ。そうですね。それにしてもこっちまでピリッとした空気が伝わってくる気がするぜ。はい、さすがチャンピオンさんですね。Ladies and gentlemen! 待たせたな。
いよいよ PSC 予選レースの開幕だ。待ってたぜ。会場は大盛り上がりだ。熱気がここまで伝わって熱くてたまらねえぜ。さて、今年も解説はおなじみ、スカイレース愛好家で想定にも造詣の深いよろずやシェロカルテ。どうもよろしくお願いします。では早速今年の注目レーサーを紹介しよう。まずはこいつらだ。スツルム&ドランクのマッドクラウン2。PSC 参戦こそは初めてだが、各地のスカイレースを荒らして回る、まさにイカれた道系野郎だぜ。続いて、なんと4年ぶりの復活、マッディ。登録マシンはカイザーヘルシャットだ。これはさすがの俺もうまく説明できねえ。マッディはマシンだったのか？あれってさっきの？なあ、なんかとんでもねえ格好してんな。あんなのありかよ。ミュオンのデビュー戦で敗れてから4年、長い沈黙を破っての復活だが、まさかこうなってるとは驚きだぜ。とにかくその実力はレースが始まれば見られるだろう。つうことで次に行かせてもらうぜ。次はいよいよお待ちかね、こいつなくして PSC は語れない。頼むぞ。この大歓声、もはや紹介なんていらねえってか。ミオンが操るブルーオービット。歓声が鳴り止まねえ。相変わらずの大人気だ、青い流星。ミュウさんは5連覇がかかっていますしね。オーケー、わかった。静まってくれ、レディース&ジェントルメン。もうすぐスタートの時間だ。おっと、忘れてたぜ、今年もこいつが大活躍するからな。こいつがコース各所に飛んでるおかげで、俺たちはいつでも臨場感たっぷりにレースの様子を拝めるってわけだ。これによってスカイレースの人気も跳ね上がりましたね。そういうことだな。てなわけで、そろそろ時間だぞ。さあ、シグナルを待て。いよいよスタートだ。このまま
おっと、これはナイトサイファーか。スタートに失敗、他とぐんぐん差ができるぞ。ナイトサイファーはスカイレース自体が初めてですからね。まずは手痛い洗礼ってところか。大丈夫です、行きましょう。お、どうやら無事にスタート。ナイトサイファー加速して他のマシンを追いかけていくぞ。よし、なんとかスピードに乗れたな。このまま諦めないで頑張ろうぜ。さすが団長さん、結構スピード出てるね。ここでナイトサイファーマッドクラウン2に迫るぞ。あ、スツルムさんとトランクさんです。お手並み拝見。ナイトサイファーマッドクラウン2並んだ。行け、一気に抜いてやれ。いいね、いいね。よし、それじゃあスティルム殿、あれやっちゃっていいよね。好きにしろ。いけそうです、あと少し。行かせないよ。出た、マッドクラウンの18番、マッドクロウだ。なんだ。避けろ。避けたぞナイトサイファー、こいつはやるもんだ。見直したぜ。うまく逃げるもんだね。遊んでる場合か、さっさとやれ。はいはい。キャー！あっと、ここでとうとうマッドクロウがナイトサイファーを捕らえた。どういうことだ、ナイトサイファー突然の超加速。あ、ルリア、しっかり捕まってろよ。それからオイラを離すな。ご本人たちも驚いているようでしたね。マッドクロウが当たった衝撃で偶然加速装置が作動したんでしょうか。参ったな、飛んだラッキー野郎ってとこか。何はともあれ、ナイトサイファーぐんぐんスピードを上げて上位陣へと迫っていくぞ。ちょっとちょっと、一体何がどうなってるわけ。お前、レースが終わったら覚えてろよ。
スツルム殿、怒らないでよ。不可抗力だってば。うるさい、こっちも飛ばすぞ。